マラッカ海峡近辺の地図マラッカ海峡、ンダ海峡付近の地勢と主要航路マラッカ海峡は、マレー半島とスマトラ島を隔てる海峡。南東端で接続しているシンガポール海峡と合わせて太平洋とインド洋を結ぶ海上交通上の要衝となっている。2005年における年間の通過船舶数は9万隻を超えており、タンカー、 コンテナ船などの経済的に重要な物資を運ぶ大型貨物船が海峡を行き交っている。そのことからオイルロードと呼ばれることもある。経済的、戦略的に見て世界のシーレーンの中でもスエズ運河、パナマ運河、ホルムズ海峡に並び重要な航路の一つである。全長は約9 0 0トル幅は6 5トルないし7 0トルほどの 北西方向から南東方向へとつながる細長い海峡であり、澄んだ陸方上にあるために平均水深は約25メートルと浅く、岩礁や小さな島、浅瀬が多い。このため、大型船舶の加工幅がわずか数キロメートルの箇所もある。世界で最も船舶航行の多い海域の一つであり、太平洋の付属海である南シナ海とインド洋の一部である。 アンダマン海を最短距離で結ぶ主要航路となっている。通過する貨物で最も多いのは中東産の石油及び石油製品である。しかし、シンガポール付近のフィリップス水路は幅が2 8キロメートルと非常に狭く、水深も2 3メートルしかないため、世界の航路の中でも有数のボトルネックとなっている。この海峡を通過できる船の最大のサイズは、 マラッカマックスと呼ばれており、大型タンカーの巨大化を制限する要因の一つとなっている。スマトラ島の都市単純払い欠片の気候区分では、海域と両岸のほぼ全域が熱帯雨林気候に属する。海流は年間を通して南東から北西へ向かって流れる。通常は波が穏やかであるが、北東季節風が発達する季節には、海流が速度を増す。 マラッカ海峡に流れ出す主な河川には、スマトラ島のカンパル川、アサハン川がある。沿岸国は、インドネシア共和国、マレーシア及びシンガポール共和国であり、太陽国を沿岸国に含める場合もある。海運業界では、この海峡付近を海峡地と一括して呼称することがあり、主な貿易港に、マレー半島側のペナン、ムラカ、 ポートケラン、シンガポール、スマトラ島側にズマイなどがあり、現代における最大の港湾都市はシンガポールである。ペナン島のリゾートエリア海峡の両岸では、天然ゴムの栽培が盛んであり、世界的な産地となっている。海峡に望むマレー半島側の使用都市として、上実の小都市のカペナントのジョージタウン、ペラ州のタイピンなどがあり、 インドネシア側には、スマトラ島最大の都市メダンのほか、ドゥマイ、アチェ州のランサ、北スマトラ州の単純払いなどの諸都市がある。また、マラッカ海峡を望むタイのプーケット島、マレーシアのペナン島は、世界的なリゾート地として知られる。国際水路機関が、太陽と海の境界第3版において定める、マラッカ海峡の範囲は、以下の通りである。西暦六十六年の、 大神王アントンの死者や4世紀末から5世紀初頭にかけての刀身の保険、7世紀後半の議場、14世紀のイブンバッツータ、15世紀の民の定和の大遠征など、いずれもこの海峡を利用した。また、13世紀末の東方圏文読の著者マルコ・ポーロもこの海峡を利用し、風待ちのためスマトラ北端のペルラクに5ヶ月間滞在している。 ジャワのボロブドゥール遺跡に刻まれた当時のホブ船のレリーフユーラシア大陸の東西を結ぶインド用ネットワークは当初マレー半島をクラチウで横断するルートが主流であったため東南アジアの物産は普ンやチャンパ王国を最大の集産地としたがその後7世紀から8世紀にかけてムスリム商人が来航するようになるとマラッカ海峡を経営するルートに変わった 西アジアの船は、甲州や泉州など、中国南部に訪れ、これらの港町には、アラブ人やペルシャ人の居留地があったという。こうして、マラッカ海峡は、太平洋とインド洋を結ぶ、海上交通の要路となり、海峡沿岸に起こった国家の中には、海峡の両側を領域支配することによって、貿易を通じて、不況を図る勢力も、歴史上何度か現れた。 7世紀にスマトラ島南部に起こった公子国家シュリービジャヤ王国もその一つである。党の議長はインドへの留学の前に5ヶ月留学を終えてインドからの帰土には10年もの間シュリービジャヤに滞留しサンスクリット語の仏典の筆者と寛訳を行った。帰国後に彼が表した南海危機内放電にはシュリービジャヤには1000人余りの仏僧がいて、 仏教学のレベルも、インドのそれに劣らないと記している。議場は袋、だから、シュリービジャヤの首都に入ったが、首都は、現在のパレンバンのあたりにあった。シュリービジャヤは、一時、ジャワ島を本拠とする、シャイレーンドラ町の勢力に押されて衰退したが、清掃に敗れて亡命した、シャイレーンドラ王家のパーラプトラを王として迎え、勢力を盛り返した。島が衰えると、 陸上のオアシスの道、草原の道の通行は決して安全なものとは言えなくなったが、そのことは逆に海の道への依存を飛躍的に増大させることとなり、シュリービジャヤの流星に拍車をかけることとなった。五代十国を経て、創建国に至る十世紀の前半から中央に、かけてはイブヌル・ファキーフやアブルザイドなど、アラブ人の書いた旅行記には、 シリービジャヤの繁栄が記され、そこではザーパクと呼称されている。また、宋代には中国人も盛んに南海貿易に進出するようになり、周作、非、例外大東や長女かつ、諸茂氏などの優れた書籍も現れた。これらによれば、東はジャワ島、西はアラビア半島や南インドなどの各地から来航する船舶でこの海峡を利用しない船はなく、 もし、入港しないで通過しようとする商船があれば、シュリービジャヤの王国は水軍を出して攻撃を加えたこと、また、パレンバンの港にはテッサがあり、海賊の来航には鎖を閉じ、商船の来航にはこれを開いて迎えたことなどを記している。シュリービジャヤは10世紀から11世紀にかけて、ジャワに本拠を置く、クディリ王国やインド南部のチョラ朝の攻撃を受けたが、 これは王国がマラッカ海峡の貿易を独占し、それによる富を集積していたためであった。14世紀にはジャワ島に本拠を置くヒンドゥー教国、マジャパヒト王国からの征服を受けている。マジャパヒト王国は14世紀にガジャマダが現れて、一時、マレー半島からスマトラジャワの両島、さらにカリマンタン島の南岸を支配する広大な海洋帝国を建設した。 その一方で、13世紀以降、スマトラ東北部やマレー半島の住民のムスリム化が進行している。13世紀末に当地に滞留したマルコ・ポーロは、北スマトラの人々が盛んにイスラーム教に改修していることを、東方圏文読の中に書き残している。アラブ人の来航やイスラーム教の伝来から数世紀、 経過した13世紀という時期に、ムスリム化が急速に進展した理由として、インドでの目覚ましいイスラーム化の進展が見られたのが、やはり13世紀であり、インド文化の影響の受けやすい東南アジアへは、インド系のムスリム商人がもたらしたと考えられること、また、この時代に盛んだったのは、イスラームの中でも不況に熱心だった、神秘主義教団スーフィーだったことなどが挙げられる。そして、 14世紀末から15世紀初頭にかけて、ムスリム政権として、マレー半島北西部にマラッカ王国が成立し、シュリービジャヤとマジャパヒトの両勢力を抑えて、マラッカ海峡の両岸を支配し、海洋国家を築いたのである。宋代のジャンクセンホブネの時代にあっては、古代エジプト、古代ローマ、アラビア、アフリカ、トルコ、ペルシャ、インドなど、 海峡西方の諸国からの物資を運んできた貿易船は現在のマレーシア西海岸の管の港や村かを利用した。古代にあっては夏季に吹くモンスウムに乗って西からの貿易船が管などにつき陶器に反対方向の風を用いて気候するというケースが一般的であった。6世紀頃著名な港湾として繁栄していた管には、橋家、人足、像、 税関などが整備されており、ここについた荷物は一旦陸揚げされて、マレー半島東海岸のクランタン収集編まで陸上輸送され、中国などの東方へ輸出する場合はさらに、クランタンなどの港から荷物を積み出していた。取引される各地の特産物としては、などがあり、マラッカ海峡は中国を起源として、南シナ海や、 東、シナ海で用いられたジャンク船とインド洋一帯で広く、用いられた一本マストのダウセントが共に行き交う海域であった。12世紀から13世紀にかけて、東南アジアでは中国とインド、西アジア間の中継貿易のための講師が発達する。これは、モンスーンの関係で、インド洋海域と東アジア地域との間を往復するには2年の歳月を必要としたが、 東南アジアの講師との間を往復するだけであれば、その半分以下の時間しかかからなかったからである。復元されたマラッカ王宮、村下のポルトガル人の要塞サンティアゴ要塞やと15世紀における海峡最大の貿易港は、村下であり、中継貿易で繁栄した、講師国家マラッカ王国の主要港として賑わった。村下の港務長官は4人をおり、第1長官は、 インド西海岸のグジャラート州、第二長官は、南インド、ベンガル州及び、ビルマ、第三長官は、東南アジアの島しょ部、第四長官は、中国、琉球王国、チャンパーをそれぞれ担当地域とした。村川、商人や船員、通訳、港湾労働者、人や物流を管理するリーン、船乗りや商人の相手をする遊女などで賑わった。 16世紀初頭、ポルトガル人、トメピレスの東方諸国記によれば、村下の講師には、カイロメッカアデンのムスリム、アビシニア人、キルワやマリンディなど、アフリカ大陸東岸の人々、ペルシャ湾沿岸のホルムズの人、ペルシャ人、ルーム人などを列挙した上で、62の国からの商人が集まり、84もの言葉が話されていると記している。こうした繁栄を知った、 ポルトガル人は1511年、16隻の軍艦でこの町を攻撃、占領してポルトガル海上帝国の主要拠点の一つとした。1498年にはスコダガマがインド航路を発見してから15年足らずのことであった。マラッカコズその後、マラッカ海峡の両岸は、ポルトガルとスマトラ島北端部のアチェ王国、マレー半島南部とリアウ諸島に際を置く。 ジョホール王国の三者が合唱連行を繰り返してマラッカ海峡の交易の利を独占しようとし17世紀前半にはアチェ王国が優位に立ってアチェ前世時代を築いたが最終的には新規参入者であったオランダとマラッカ王国の末裔であったジョホール王国とが連合し1641年にポルトガル勢力を駆逐し村川オランダの占領するところとなったしかし 村川貿易港としては衰退し、17世紀後半には海上民を統制し、オランダアチェとも良好な関係を構築したジョホール王国がジャンビ王国と交争しながらも前世紀を迎え、東西交易の中継として繁栄した。海峡地帯には、マレー人はじめ、スマトラ内陸部ミナンカバウ人やスラウェシ島南部のブギス人など、東南アジア各地の諸民族、中国人、 インド人、アラビア人、ペルシア人、ヨーロッパ人、日本人など数多くの人種、民族が住んだ。村川、その後、19世紀初頭のナポレオン戦争の際には、イギリスによって占領された。村川、一旦オランダに返還されたが、1824年、イギリスは、オランダとの間に、英乱協約を結んで、マレー半島側を、イギリスの勢力圏。 スマトラ島側をオランダの勢力圏とした。1869年のスエズ運河の開通後は、それまでスマトラ島、ジャワ島マの住んだ海峡を利用していた船舶も、その多くがマラッカ海峡を利用するようになり、一層重要性を増した。また、特にマレー半島側の工業、農業における大規模開発を促し、ペナン、シンガポールの両校の発展がもたらされた。 その一方で、オランダ東インド政庁は1871年のスマトラ条約によってイギリスの干渉を排除し、1873年、海峡の安全確保を名目に、アチェ王国の保護領下を基として王国への侵攻を開始した。これがアチェ戦争であるが、アチェの人々の頑強な抵抗により、オランダ軍が スマトラ全土を制圧したのは1912年を待たなければならなかった。これにより現在のインドネシア全域がオランダの植民地となった。一方、現在のマレーシアに相当するエリオ、マレー連合州が成立したのは1896年のことである。第二次世界大戦時にイギリス軍が日本軍に放逐され、終戦に至るまで日本軍の占領下に置かれた。 終戦後にイギリスやオランダの国力が低下したことを受け、インドネシアはオランダ領、パレー連合州はマラヤ連合としてイギリス領からそれぞれ独立した。海峡沿岸国の領海は3海里から12海里に拡大され、かつて航海として自由な航行に供されてきた海峡も現在は領海化されている。マラッカ海峡は、 1994年に発行した国連海洋法条約における国際海峡に該当するとされており、外国の艦船や航空機は国際法上の取り決めと沿岸国の法令に従うことを条件として海峡通貨のための通行権が認められ、沿岸諸国は現在航路帯及び分離通行帯を設定し、通行船舶にその遵守を求めている。 超強なマラッカ海峡の中でもワンファザムタイからシンガポール海峡までの約 400km は特に狭い上に浅瀬が多く大型船は特に航行に困難を伴う。海賊多発地域としても知られ、気象の変化が著しいことから突然襲うスコールが視界を妨げることも多い。また、首入れた地勢を示すマラッカ海峡では、潮石により強い潮流が発生し、さらに、 この強い潮流がサンドウェーブと呼ばれる波紋状の砂スを形成するため水深が頻繁に変化する危険がある。南シナ海域で多く見られる北東季節風が発達する季節には東方向からの強い海流も加わり、この海峡で航行の安全を保持し続けることは必ずしも容易なことではない。山火事とそれによって広がる萌屋の範囲近代以降、 マラッカ海峡は東アジアと中東、ヨーロッパなどを行き交う各国船舶にとって死活的に重要な航路となっているが近年海峡を利用する商船に対する海賊行為が横行している。1994年に25件だった船舶襲撃は2000年には220件に激増し2003年には150件以上2005年でも世界全体の 約37%にあたる102件の海賊事件が発生した。2005年3月14日、現地で日本籍のタグボートイダテンが襲撃され、日本人船長と機関長、フィリピン人、船員3名を連れ去り、拉致事件が発生した。また、1999年にも同様に日本の船が海賊に襲われるという事件が起こっている。船に対する危険は、 海賊だけでなく、浅瀬などでの難パもある。海峡内には1880年代以来の難パして沈んだ船が少なくとも34隻あると見られており、航路の障害となっている。また、スマトラ島では、生活における失火や焼き畑農業を原因として、森林火災が毎年のように発生し、立ち上る煙は、ヘイズと呼ばれ、マラッカ海峡を越えて、 マレーシアにまで達している。濃い煙が流れてくると、海上はわずか200メートルほど先しか見えなくなり、船は速度を落として運航せざるを得ない状況にある。1960年代以降、中東東、アジア間の大型タンカーの航行量が増大した。しかし、東海域は航行支援設備が不足し、海図の整備も不十分だったため、しばしば座礁事故が発生した。 そのため、沿岸各国と日本が協力して、1960年代後半より、航行支援設備や、海図の整備を行っており、この協力関係は、現在も継続中である。また、座礁事故防止のため、マラッカ海峡では、船底と海底の間を一定の距離に保つ、UKC 方式が採用されている。2005年12月、日本とインドネシア、マレーシア、 シンガポールの国際協力により、マラッカ海峡とシンガポール海峡の電子海図が完成した。2006年には、日本はインドネシアに対し政府開発援助の一環として、遠借艦を行い、海難事故や海賊対策のため沿岸無線局を33局、船舶自動識別装置を備えた無線局を4局設置した。同年には、 無償資金協力として19億2100万円を供与し、巡視船3体を供与して、インドネシアの巡視船艇建造計画を支援した。なお、現在、日本財団が中心となり、利用者が安全確保のための費用負担を分担するための基金の設立を提案している。海賊対策として、マレーシア、インドネシア、シンガポールなど沿岸諸国の海軍が警備を強化しているほか、 日本からも海上保安庁の巡視船が海賊の紹介に当たっている。また技術や人材育成の面でも日本は東南アジア諸国に対し国際協力を行っている。2007年には高速船を用いる海賊対策として日本政府はインドネシアに対し政府開発援助により巡視艇3隻を日本国内で新造し無償協議をした。 総打出等が防弾構造であり武器輸出3原則に抵触する恐れがあることから運用をタテロ、大海賊に限定し日本政府の同意なく第三国へ引き渡さない等の条件を付すことで武器輸出3原則の例外とした供与であった。さらに海賊など海上犯罪の要因として沿岸地域の深刻な貧困が考えられるとして日本政府はかつて ロン論ク海峡付近で、ため池やダムなどの灌えシステムの構築やこれらの維持管理する農業技術者育成などを行って一定の成果を上げており、マラッカ海峡においてもその経験を踏まえ、地域の農村開発に資する支援を行っている。上述したように、マラッカ海峡を通過する貨物で最も多いのが、中東産の石油であり、行き先は日本や中国などの東アジアが多い。 その航路上にあるシンガポールは一大石油、生成基地として発展し、1980年代には日系企業の石油化学工場が建設され、その南のインドネシアのバタム島でも石油工業の開発が進展した。上日のように、マラッカ海峡の推進の浅さから来る危険性回避のため、日本のマラッカ海峡協議会は1971年に、 浅瀬の春節を提案したことがあったが、当時は冷戦下だったこともあり、ソビエト連邦軍の艦船が出入りしやすくなるという、軍事上のリスクが指摘されたほか、春節によって漁業が打撃を受ける恐れがあるとして、沿岸諸国が反対したことにより実現していない。一方、大量内のクラチ橋に運河を作るという、マラッカ海峡の通行を緩和する一方で、 重要性も低下させる恐れのある計画が昔から幾度か取り沙汰されている。これが実現すればアフリカ、中東から太平洋への航路は約600マイルほど短縮される。これは時間にすれば1日、ないし2日間の時間短縮になり燃料の節約もできることとなる。しかし、この運河の建設により台南部の陸地が分断され、 ムスリムが多く分離主義の動きもある。パタニ地方が大本土から切り離されてしまうこと。タイ中南部は長州系や復権系の家業人口も多く、彼らがシンガポールの地位低下を喜ばないことなど複雑な要因が絡み合っており、タイ国内にも慎重論がある。2004年、ワシントンタイムズは中国がタイに対して運河建設費を分担するよう申し出たことを報じたが、 タイの財政難や周辺環境に与える影響の大きさも指摘され、クラチキョウ運河計画は進んでいない。また、クラチキョウを横断するパイプラインを建設し、両端に超大型タンカーのための港を建設する案もあり、タイだけでなく、ミャンマーも同様の提案をしている。これにより、中東から東南アジアへの原油運送コストを1、 バレルあたり0.5ドル圧縮することができるという悲惨もある。マラッカ海峡の代わりに、スンダ海峡やロンボク海峡など、インドネシア領内の海峡を通って、インド洋から太平洋側に出る航路もあるが、スンダ海峡は水深が浅く大型船の航行には使えず、ロンボク海峡は水深は十分にあるものの、マラッカ海峡より 650km もの遠回りになる。 小島や岩礁が多いなどの難点がある。2013年、中国はミャンマー西部のチャウピュ港から、雲南省に至るパイプラインを完成。マラッカ海峡を経ずに、中東から原油、天然ガスを移送する手段の一つを整えた。2009年10月9日、日本経済新聞は、中国の援助による村か州とスマトラ島を結ぶ橋の、 建設構想が現地市で明らかにされたと報じた。中国輸出入銀行が建設費の85%を融資するとしているが、マレーシア政府による建設許可が降りておらず、公表された企業は知名度の低い一民間企業に過ぎないとして、計画の存在を報じながらも、なお疑わしい点もあることが示された。しかし、マレーシアのナジブラザク首相の中国訪問直後に、 マレー半島縦貫高速鉄道建設構想や、西遊所建設構想とともに、相次いで公表されていることから、中国、マレーシア両国政府の意向が働いている、可能性も指摘されている。ありがとうございます。